A 豊川新朝及び中華民国の解剖艦、A 小級法艦の二番艦、孫文の死後中山と改名、数々の政治的事件の舞台となったことで知られる艦である。1894年、李光省の北洋艦隊は公開海,海戦にて全軍艦を喪失。新朝政府は海軍の再建に巨額な出費を強いられることとなった。 1909年、海軍大臣に就任した、はじめひとしと、殺賃氷理帝徳は、海軍再編に奔走、ドイツ、イギリスなどの列強各国に、巡洋艦や、駆逐艦、魚雷艇などの建造を発注した。その一環として1910年、はじめひとしは、殺賃氷を通じ、日本の三菱造船長崎造船、建造費は、 当時の日本円にして68万円という莫大な金額で財政難の清志は日米英など5カ国銀行からの借款で賄い5回に分割して支払う予定であった。契約は同年8月15日成立した。本館は長崎造船所にて同年寄港。1912年6月5日午前10時30分浸水。浸水式では安藤知事、 井出事務官、西川高祖委員長、大民団領事代理、米領事大工マン、ロシア領事ビオレス、ドイツ代理領事ブットマン、ロシア義勇官隊隊長長崎支店長、アスベレフ少将、横山長崎要塞司令官、椎名子務官、北川市長、橋本達次郎長崎商業会議所会頭、北方炭鉱、馬場拓一らが出席しており、 英豊かの浸水に海外からも関心が高かったことが伺える。8月26日に公式運転を行い、16、ノットの好成績を得た。侵害革命の結果大金大能が発生して引き渡しが遅れたものの支払いについて合意が成立したため1913年1月9日に清川に引き渡された。中国への開港は日本側の手によって行われ、 1>, 1月15日に5章につき20日に引き渡し完了した。英豊は第1艦隊配備となり、はじめは三島商業島に、ついで竹州に配備された。初代艦長には林定介が就任した。1913年の7月から8月の第2、革命では遠征外側で南京での戦闘に参加した。五国戦争では、 第一艦隊は、五国軍側に着いた。1917年7月、海軍総長のほど平気港が第一艦隊の、英豊など五隻を率いて、甲州に南下。他の艦と合わせて、西南五奉艦隊と称した。この時の、英豊艦長は、義志春であった。12月、福建特軍離工機などの慶州攻撃に対して、英豊などが派遣された。続いて、 龍済光との戦闘に、五方艦隊は参加した。6.16次変の翌年、英,英豊か艦の孫文夫妻。その後五方軍政府は崩壊するが、1920年に陳慶明が関東を奪還し、迎え入れられた孫文は、関東五方軍政府を再建。1922年4月、孫文は五方艦隊の指導権奪取を図り、戦闘の結果奪取に成功。 この際、英豊では、公開副長が死亡した。また、この時の英豊官長も、中薫は、甲州市内で逮捕された。次の英豊官長には、氷はじめ県が就任した。1922年6月16日に、陳慶明が孫文に反旗を翻すと、孫文は、宝壁に逃れ、それから氷はじめ県の要請に応じて、英豊へ移った。 孫文は英雄高から指揮を取り、英雄高などを率いて、艦砲射撃も実施したが、大型艦は孫文側から離れたため候補からの脱出を余儀なくされ、その際に英雄高は6発被弾して戦死者5名を出した。その後、英雄高は城が単に停泊したが、8月9日に孫文は香港へと去った。その後、英雄高など4隻は、 海軍艦隊司令音授特に接収された。陳慶明は1923年1月には甲州から駆逐され、孫文は第三次関東軍政府を作った。1923年2月1日、決死隊を組織した王陽林が英豊かに乗り込み、乗組委員に孫文擁護への決起を促す。決起はたちまち成功し、艦長、 常高級を追放して、千頭に向かうと、同じく決起した。はじめは、諏訪エヨと交流、先導艦隊を組織して、孫文擁護の通電を発する。12月、恩樹徳は、姉妹艦の英将を含む7隻を率いて、北洋政府に参加するが、栄豊は、費用、前を取り、福安と共に、公衆に泊まる。公衆商談が反乱を起こすと、 1924年8月20日、孫文と小介石の命を受け、商談軍の武器を乗せた運搬船ハーバード号を白型で交流する。11月13日、北京での軍閥との講和に赴く孫文、総敬礼を乗せ白型を発する。道中は浅瀬に乗り上げるアクシデントがあったが、自力で脱出、候補島に立ち寄り軍艦学校を視察。 その後ソ連軍巡洋艦ビロフスキー号の護衛の元香港まで乗せると、孫文は晴海丸に乗り換え上海、神戸を経て北京に到着、そのまま杭州に戻ることはなく、翌1925年3月12日、同地で亡くなった。4月13日、国民党中央執行委員会の決定により、英豊かは中山と改名された。同日の改名式典では、 留守役古官民、商民部長後朝くるる、領中外、助犬、東卓女、越軍総司令代理、巨高里、経営司令後鉄上関東工房司令理高敷、朱松則、高毛春らが上官した。なお、中山とは、孫文の号である。1926年3月18日、共産党員であるとともに、 中山艦の艦長を務めていた李の留中城は、小介石の名義とされる公衆機構の命を受けたが、小介石はこれを、共産党及び国民党左派によるクーデターとみなし、李中条を逮捕、それに伴い周恩来ら候補軍艦学校の共産党員を監禁、国民党左派の党演達を監視下に置いた。これは後に、中山艦事件と呼ばれることとなる。まもなく艦長は、 候補海軍学校校長の応用格へと交代された。小海石による中国統一後も半小海石の紛争が続き、そのうちの一つ、越勝ら戦争で中山は厚生軍に対する砲撃を行っている。陳渡る党と中山の属する艦隊を率いる陳作の戦いでは中山は資金調達に従事したり武器運搬船を打破するなどした。 1932年8月に中山は南京国民政府の第一艦隊に編入され、長江配備となった。1932年の復権事変では中山も反乱鎮圧に従事した。武漢攻略戦中の1938年10月24日、正午近く、下業付近を航行中のところを越艦線鉄橋爆撃の基とについていた日本海軍。 第15航空隊の艦爆6機により発見され、命中弾1発を受ける。続いて12時から14時頃、渡辺初彦隊意識の観光3機により機銃奏車艦首に命中弾1発を受ける。コンクチン付近にて、亀義幸隊員の艦爆6機より命中弾2発を受け、午後4時半頃沈没。 当時上官していた乗組員99名のうち、官庁の札諸都市仲裁二25名が死亡、数名が行方不明となった。それから約50年が過ぎた1986年、湖北省分物の述べは、中山艦の引上げ計画を発案、88年5月、南海艦隊が正式な位置を特定した。不要後の展示場所については、チャンス省が88年に、 関東省が91年に中山間の受け入れを主張するなど一文弱あったが、1995年11月24日、国家文物局により、湖北省の管理に置かれることが決定した。1996年11月12日、孫文の生誕130周年を記念し、引き上げ作業が実行に移された。1997年1月20日、 すべての引き上げ作業が終了。その際、双眼鏡やランプ、食器など、約3400件もの貴重品が発見され、中国各地で展示された。1999年11月12日から、古北造船省にて、修復作業が始まり、2001年に修理後に、記念館となる。現在、武漢中山館博物館として、一般開放。ありがとうございます。